えなみさんお疲れ様です。今回はね、いろいろと動画の方を送っていただいてて、私も考えるところがあるんですけども、その運についてね、運を良くする方法ってのをもっともっと科学的に分析できないかなと思っていたんですけども、まあなんか自分の体験の中でも、あ、これ運が良かったなってのは結構ね思い出されることがあって、まあ、それをちょっと数値化すればいいのかなと思ったんで、今回動画にしてみましたね。まあ10代の頃ですけども、まあ、あるやつとちょっとね揉め事があったんですよ。でまあ言ってみればね、この野郎みたいになったんですけども、なんかその話してみるとね、共通の知人が多いってことに気づいて、なんとなくそのこの野郎っていう雰囲気がなんだみたいなね、あいつも知り合いかみたいな感じで、仲間やんみたいにお互いになったんですよね。でこれってのは結構運が良かったなと思うんですよ、お互いにね。でこれをだから数値化するとすると、周りにね、自分とつながりの多い人とか恩を売った人が多いと、揉めた時にまあそういったところからね、問題解決が早いのかなっていう気はするんですよね。まあ例えばね、近所でこう歩いていて自転車とぶつかりましたと。で自転車とぶつかって、まあ揉めるわけですよ。揉めるんだけども、普段からなんだあいつみたいな感じでお互いにね嫌な雰囲気でいた人と、そうなると多分問題はこじれると思うんですけども、でもね、なんか普段からまあなんとなく持ちつ持たれつしてる人と、そうなったらお互いにごめんねごめんねになると思うんですよ。で事なきを得るみたいなね。でそれを体系化するとするとね、まあ、ありがとうって言葉を1日100回人に言うと、まあいい関係が作れて、万が一の時でも穏やかに解決するんじゃないかなってのが一つですよね。でそれからこう人に感謝されること、まあありがとうってことをね1日10人ぐらいに言われてるような環境に普段から身を置いてると、まあ揉めること自体も少ないし、何か誤解が起きてね、本来だったらトラブルの時でも、いやあの人がそんなわけないよねっていう感じで、まあそれぞれ自己完結してくれるんじゃないかなと思うんですよ。で3つ目なんですけども、まあ自分が運がいいっていうふうにいつも思っていることとか常々言うことって大事で、まあ例えばね、100円なくした時に、ああ1000円じゃなくてよかったっていうふうに思考を転換することができたら、まあそもそも運が悪いっていうふうに自分のことを捉えないと思うんですよね。まあそういうふうに、まあ、自分の思考も鍛えていくことが大事かなと。あとはこう行動がうまくいかなかった時にね、何か頑張ってやったんだけども結果がうまく出なかった時に、それを幸運だっていうふうに思えるかどうかですよね。こういうのはね、なんかこう失敗したっていう体験は誰でも持つと思うんですけども、失敗して落ち込むんじゃなくって、あ、自分の弱点ってここにあるんだ、気づけててよかったなっていうふうにね、なんかうまくいかなかった時に、あ、次のステップに生かせるじゃんっていうふうに思うと、その運が悪かったことすら運が良かったって思えるのかなとかね。またなんか人間関係の中で人に嫌われてしまったとかね、見捨てられてしまったとかね、振られてしまったとかね、会社を解雇されてしまったとかね、まあこういった時もどう考えればいいかってことなんですけども、基本的にはやっぱりね、嫌な気持ちにはなると思うんですよ。まあでも立て直していくに、あ、人間関係の整理ができたなとかね、少数精鋭に一歩近づいたなっていうふうに思えればちょっと頑張っていけるのかなとかね。でまあ、こういうことの積み重ねが運の良い人生を作るのかなとは思うんですけどね。である人に言わせれば、運を良くするためには自分で楽しいことや気持ちの良いこととか、まあ、爽やかなこととかね、そういうのを積極的にやっていくといいらしいんですよ。なんか美味しいすき焼きを食べた後は悪いことがあってもまあいいかと思えるような心理らしいんですけどね、まあ、その辺またお考えありましたらお聞かせください。それでは。